はい、こんばんは、コッシーです。よろしくお願いします。今日久々にまた一人ごと動画を撮っていきたいかなと思うんですけども、ですね、まあ昨日、うちがやってるイベントでね、21歳かなの、広島出身のボーカリストの女の子がいまして、まあその子がね、結構広島のお土産いろいろ持ってきたんですけど、その中にですね、ちょっと気になるね、品物があったんで、こちらです。広島の高木ベーカリーのデンマークロール。ね、これローカルパンですよ、いわゆる。ね、広島に行くと結構ね、スーパーとか、サービスエリアとかで普通に売ってるものらしいんですけども、まあ、ちょっとね、今後の旅のテーマの一つとしてこのローカルパンをね、いろいろ食べ歩いてみたいかなと思ってて、まあ、ちょうどいいところにね、なんかこんなレアものが入ってきたのでちょっといただきたいと思います。まあ、例えばね、東北行った時に、白石パンとか、あと工藤パンとかね、イギリストースト、イギリス産のイギリストーストかが、東北青森とか岩手にはね有名ですけども、まあそういったね地方でしか食べられないパンということで、まあ開けてみると、まあこれはこんな感じで、なんと言いましょうか、これデニッシュ、デニッシュなんだけど、デニッシュ、デニッシュってこういうスペルだな、ダニッシュになってるんだけど、デニッシュ、これでデニッシュって読むんだよね。まあじゃあいただきます。うん、甘い。この、まあ、砂糖みたいなのね、かかってるんで、真ん中のパンは、そんなに味がついてるわけじゃないけど、この砂糖の甘さが、かなり際立ってるというか。うん、いや、でも美味しいな。なかなか東京で食べられないと思うとね、貴重ですよね。他にもいろいろ買ってきてくれて、このもみじまんじゅうとかね、他にも何種類か買ってきてくれたんだけど、いくつかは食べちゃって、これはちょっとレアなパンだってことに気づいてね、今いただいてるわけですから。あと一応お酒もいただきます。今日のお酒は焼酎水割りでございます。なんだろうな、パンが焦げてるわけではないんだけど、多少香ばしさっていうかね、あとパンの中身が、パンって結構空気がいっぱいでふわふわしてる分、こうなんか質量というか、あんま詰まってない感じがするパンが多いじゃないですか。これはね、詰まってる。だから手のひらよりもちっちゃいね、大きさのパンですけども、なんかちょっとずっしりとした重みがあって、すごいパンのね、粒子っていうの、パンのあれがね、詰まってる感じがしますね。これはなかなか美味しい。まあ後でね、残りはいただくとして、今日はヤフオクでね、まあちょっと品物が届きました。まあ男の子ってもう俺42歳だから、男の子って年じゃないんだけど、男の子ならまあ男性ならね、若い頃とかにニカとかを集めた経験が、あるんじゃないかなと思うんですけども、今回はちょっとね、ヤフオクでニカの詰め合わせ的なものが、あったんで、ちょっと買ってみました。想像してたよりもちっちゃなものばっかり。これいいな。なんかこれあれだよね、お宝系のリサイクルショップに行くと、これ全部で500円とか、
なんかそんなんで売ってる系っぽい感じするよね。いやでもね、これちょっとね、落札価格いくらだったかな、結構安かったんですよ。まあいいや、ちょっとパソコンで見ながら開封じゃあしていきます。これすごいぞ。ね、落札価格がね落札価格が220円でございます。これ全部入って220円。ただまあ送料がねちょっとかかった。送料がまあいくらかかったんだろうね。まあ送料が多少かかって840円かかったから、まあ1000円ちょいだね。1000円ちょい、うん、まあ安いか高いかまあ微妙なところですけども、なんかいろいろ、あ、なんかなんだこれは、ていうかね、バイクのミニチュア、バイクのミニチュアってこれスクーターとかなんだけど、これ何、タクト、タクト、バイクのミニチュアっていう結構珍しくない？これもバイクの、これね多分缶コーヒーについてたやつだね。なんか未開封っぽい、開けてみよう。未開封っぽいけど、吉村イズムって書いてある、こんな感じ、うん、へえ。バイクはあんま詳しくないからわかんないけど、まあ吉村イズム14種類のうちどれかです。でこれが、スクーターコレクション、スクーターコレクション、ああスクーターコレクションっていうそういうのがあったのね。これ多分あの缶コーヒーが2つついてるやつの蓋みたいになってて、まあコンビニとかで220円とかで買っ、240円か、120円だからね、この缶、あれ？まあ270円で、まあこのスクーターがおまけについてくるっていうね、まあ、そういうやつだと思うんですけど、これなんだろう、ダブル Z って書いてあるからなんだろうね。これなんか開けたら書いてあるな。あーテープでくっついてる、ちくしょ、あー吹っ飛んでった、吹っ飛んでった。セピアかな、ダブル Z って書いてある。Z って書いてあるからセピアかな。はい、こんな感じです。見えるかな、はい、こんな感じです。とにかくね、これ、あ、これ数がねすごいよ。なんだろう、あのレーシングカー的なもの、ちっちゃいバイクも、これはなんかハーレーじゃないけどアメリカンバイクっぽい。なんだこれは、カブだな、カブっぽいな出前迅速とか書いてある、わかるかな、出前迅速だって、カブだね、完全にカブだね。お蕎麦屋さんとかラーメン屋さんのカブ。あとはなんだろう、これハヤブサ、もうこれ見たら、うん、バイク詳しくない俺でもわかるね、ハヤブサ。ほんとなんかレーサーレプリカっぽいバイクね。はい、見えないか。あとは警視庁って書いてある、白バイ、白バイ、白バイね。あとなんかネイキッドっぽいような、はい、バイクでございます。今なバイクで、これもなんかね、かっこいいバイク、 400cc ぐらいかな。おー、なんかこれ、これよ、はい、バイクもう一台、はい、モトクロスっぽいね、これはね、このネイキッドっぽいバイク、はい、バイクです、はい。まあバイク見ていこうか、これもさっきのと同じね、これ、ね、あ、また同じのが、同じの、はい。まあこれも、スズキって書いてあるかな、川崎って書いてあるかな、わかんないけど、いいバイク、もう一台、
これも。これなんだ。なんかドリーム50っぽい気がするけど、まあ結構ダブリっぽい同じようなのがなんかいっぱいありますね。これは、これはちょっと違うけど。同じのだね、これね。さっきのとも同じ。すごいな。これも同じだ。さっき。結構ダブリみたいなのいっぱいあるな。またそう。こんなね、こんなね。はい。いやー、でも、あ、これも株かな。これ株かな。うん、新聞屋さんみたいなバイク。お、これちょっと違うやつが入ってる。なんだろうなんだろう、わかんないけど。え、やっぱ同じの。こればっかり入ってんの。なんだろう。あとなんか紫のバイク。紫のバイク。ね。21って書いて、テック21、ヤマハ。資生堂とか書いてある。レーサーレビューかな。はい、これもネイキッドっぽいバイクです。すいません、バイクの名前とかも詳しくないんでね、あの言ってること間違ってるかもしれないけど、はい、これもちょっと違うバイク。これ全部缶コーヒーのあれなのかな、景品のやつっぽいの。レーサーレプリカっぽいやつ。 DZR って書いてある。ヤマハ。バイクはこんなとこかな。バイクはこんなところで、次は車。これなんだろう。これなんだろう。ストリームかな。なんだろう。違ってたらすみません。お、トヨタ MR2、ね、友達が乗ってた MR2。SW20 ってやつですね。はい、これが、おお。フェアレディ Z のこれ S30Z かなね。湾岸ミッドナイトのあれですね、なんだっけ、あの伝説の Z みたいな。はい、これが、あ、これはスカイライン GTR かな。 GTR の R のいくつだ、35の R かなと、これはなんかレーシングカー、結構古めのレーシングカーって感じだね。もっと大きいの入ってるのかと思ったらちっちゃいな。普通のトラックですね。これコンテナのトラック。ね。これ N ゲージの大きさかな。よりはもうちょっと大きいのかな。これも、レーシングカー。そして、お、来た。マツダの RX7 ですね。イニシャル D とかの、あの高橋圭介くんが乗ってた黄色の FD でございます。ね、ウィングもこれだからね。まあ、まさに高橋圭介。あ、レッドサンズって書いてある。まさにイニシャル D のやつだね。イニシャル D の RX7。そして、これポルシェのカイエンかな。RV っぽいポルシェ。車でございます。カイエンなんだけど、カイエンの割にはなんか背が低いような気がしますけど、俺が間違ってるのかな。ポルシェ。はい、そして、お、これはランボルギーニかな。ランボルギーニのなんだろう、ガヤルドとかなんかオープンカーですね。真っ暗で見えないか。はい、次はあのね、シルエイティだね、いわゆる、S13 のフロントがシルビアで、後ろから見ると180っていう、まあ、ゴールドのメッシュなんで、これもイニシャル D のやつですか ね。イニシャル D の、薄い峠のマコちゃん仕様のやつですね。あとなんかちょっとレーシングかと、これは、あ、これはあれですね、ユーノスロードスター木キーじゃねえ、赤いやつですね。ルーン、イオンのスローロスターの、はい、初代の形ですね。イルトラックタブルライトの。はい、そして次は、
次はベンツかな。メルセデスベンツ。見えるかな、ね、ベンツでございます。あとなんかさっきのホンダ、本当はストリームかどうかわかんないんだけど、まあ RV 系の車と、あとはこれエスティマかな、エスティマかな。はい、ワンボックスか。そして、あ、これはポルシェのターボって書いてある。見えない。ポルシェのターボか GT3 かですね。996とか997とかその辺だの、車だと思います。そして、おランボルギーニの三浦。三浦ですね。ねえ、正直この顔つきがあんま好きじゃないんだけど、ね、意外と人気はあるようで、ね、旧車としての評価も高い車でございます。それで、これは何だろう。何だろうね、アウディかな、乗用車、ベンツじゃないかな、わかんない。わかりません。はい、なんかさらにちっちゃくなってる。これは、ホンダの S600、S800?昔のやつですね。ホンダのオープンカー。うちの父親がこれっぽいの昔乗ってたらしいです。という話をしたら、当時の値段としては非常に高価な車だったらしくって。うん。まあ、そのね、当時乗ってたならすごいよみたいな話になったんですけど。あとは、あ、トヨタの 2000GT って言われます。2000GT。見えにくいな。2000GT ね。ちっちゃいんだよね。ちっちゃすぎる、あの、もう指の先っちょぐらいの大きさにしかない。まあ、これあれだよね。やっぱ、コーヒーの景品だからだと思うんですけど。これなんだろう。ワンボックスカー。黒くて見えない。ワンボックスカーです。エルグランドじゃないけど、それっぽい。その感じの。あ、これまた S30Z かな。はい、フェアラ DZ。はい、次がこれもポルシェターボっぽいな。ウイングからしてターボっぽいな。ポルシェターボ996かな。996か997のポルシェターボだと思います。はい、そしてまた三浦が出てきた。三浦、これノアかな。ワンボックスか。でさっきからストリームで合ってるかどうかわかんないんだけど、また同じの色違いが出てきました。そしてこれもなんだろう。はい、セダンの乗用車。おう、そしてまた 2000GT ね。ちっちゃいけど 2000GT です。はい、あとはこれが、お R32 の GTR ですね。黒い。これイニシャル D だったらあれだよね。なんだっけ。妙義の黒の32。名前忘れちゃった。ね、と、これがまた、さっきのと一緒かな。色違いじゃない。黒いやつ。まあ、こんな感じですね。画面に映らないと思うけども、この辺にね、いっぱい並べて、何個あるんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、24、25、26、27、28、29、30、31、32、35、40、41、42、43、54、45、56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 、
きさのやつが入ってるのかなと思ったんだけど、まあ、これ完全にあれですね、全部コーヒーの景品系のやつですね。まあとりあえずこれは送料入れて1000円ちょっと高かったかなという、まあ、印象ですけどもね、まあ、ちょっとね気になったんで、落札してみました。なんかね、まあ大人がちょっと子供の気持ちを思い出してね、ちょっとワクワクする、こういう買い物もね、まあ、たまにはいいかなと思って、まあ、最近あのね、コスモス自販機に
あの万代書店とかああいうリサイクル系のお宝系のお店行ったりするんで、こういうねホビー系のもの気になったりしてた。まあ昔自分鉄道好きで鉄道模型とかで集めてたりしたんで、またこういうのもね、ちょくちょく、出していこうかなと思います。とりあえず今日は、こんなねいっぱい、まあ、これごく一部ですけどね、まあヤフオクで、ミニカーをいっぱい買ってみたのコーナーでした。ありがとうございます。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。コッシーでした。